立派な春ニレだな。この春ニレは有名な春ニレの木なんだけど、すぐ隣にあるやつも同じかな、春ニレかな。この距離感は長年連れ添ったご夫婦ぐらいのいい感じの距離感かな。これ行くか。いやこの葉っぱ懐かしいな。ちっちゃい頃これここかな、ネバネバしてたからよく納豆納豆って言ってた気がするな。なんていう葉っぱなんだろうか。すげえいっぱい咲いてんな。樹齢150年か、もっと経ってると思った。ビューポイントまで 200m ぐらい歩いたかな。階段が春にれになっておる。休憩所行ってみようか。あ、休憩所だ。螺旋階段登ってきっと見えるからって感じかな。なんだあれ、え、犬、ウサギかあれ。え、ウサギ、これウサギが走ってる。ウサギが走ってる。犬だと思ったっけ、ウサギだった。そんなことある。春にれ見ながらちょっと食べようかな。浦幌の道の駅で買ってきた大福、うまそうじゃねえか。餅が柔らかくてうまい。あんこが粒あんだな。うん、甘さもちょうどいい。うん、うまい。あー、どうすっべ。とりあえず帯広方面に向かおうかな。お、なんか特徴的な橋だ。トラック引っかかりそうだな、でっかいやつ。わ、ガソリンもないんだ。おー、ガソリンがねえよ。もうガソリン入れたくねえよ。もう堆肥で動かねえかな、車。堆肥でいくらでも出るから、そこは堆肥で動いてくれればいいのに。ガス出るから動くんじゃねえかな。なんか北海道って言っても場所場所によって特徴あるよな。十勝はもう平らだもんな。向こうまでずっと見渡せるや。まっすぐだな。遠すぎても霞んでるわ。かげろうダムかな。道路のもやっとしたところが水色になってて、そのまま空に向かって続いてるような道に見えるけどな。こういう道も雲はすごい山にかぶってんのかな。すごいな、この道路は。なんていう道路だ、名前のない道路か。名前のない道路か、来たな。なんか作ればいいのこれ、天国へ登る道とか。もう作ればいいよ、絶対来るよみんな、天国へ登る道。なんかちょっとあれだな、あんまり通りたくねえな。どこまでもまっすぐじゃ。なぜ私はいつもここへ行ってしまうんだろうか。しんどい場所なはずなのにな、お一人で行くには。はいはい、お一人様ですよ。お一人様が行きますよ。なぜまた来た俺一人で。意味がわからん。幸福駅、幸福を食え。幸福になりたい。幸福に、我に幸福を。開いてるや、乗ってみるか。中熱っ。当時のままってことかな、これ。当時のままっぽいな。なんかいろいろ話されてる。なんだろう、これ雪かきか。だいぶボロボロだな、中は。どうやって動いたんだろう。すげえ椅子長いな。何人乗りだこれ。今もこんな感じ違うか。今もっとでかいか。あ、こっちは開いてんのかな。前冬閉まってたけど開いてないか。閉まってんな。時間かな、空いてたかもしれないな。早い時間。どんどん増えていってるな。幸せは増えていきますな。泣けるぜ。子供が幸せになる、それもまた幸せ。あれ、どこに貼ったっけ前。忘れたな。俺の幸せはどこ行った。幸せどこ行った。行くか。なんで来るんだろう俺ここいつも。
を鳴らせる人見たことないな。鳴らしてやるか、私めにお任せあれ。あれあった手手怖かったな。行くか、馬でも見に。馬まだやってんのかな。やってないかもしれないな。ちょっと行くか。ちょっとは幸福、皆さんの幸福吸収できたかな。ちょっと幸福分けてもらったかな。逆に残りカスのような幸福がどこかに飛んでったら、それはちょっと悲しいな。おお、ガソリンがない。どうしようどうしよう。164円か。164円か。各家各家、これ屋根、車用の屋根ってもしかしてデフォか。ほとんどそこそこ広い土地の人はデフォだな。みんな屋根ついてる家の前。向こうこんなに屋根ついてる、屋根ついてる家もあるけど、こんな家家ついてねえぞ。なんだ、屋根の営業がうまいのか。家買うとき屋根もつけた方がいいですよっていう。ここなんで商店街、ここなんで商店街。いやー、わかりません。なんででしょう。雪の量もあんのか。釧路側と違って、なんけど帯広そんな多いイメージないけどな。多いのか。ちょっとガソリンを、ガソリンを、うちの子に、うちの子にガソリンを。ここはうわ高えな。ちょっとちょっと待って、ここじゃないな。中華悟空、おら腹減ってきたぞ。こんな道来たことねえぞ、おら。あ、厚生、あれ厚生病院こんな綺麗だったっけ。前来た時こんな綺麗だったかな。なんか新しくなってる気がするんだが。あんまり入れてこっち、ちょっと待って、先にガソリンを入れさせてくれ。でっけえビルだぜ。NHK 右側、左なんだこれ。市役所か。市役所だ。そりゃでかいわ。あ、ちょっと安い、さっきより。さっきよりちょっと安いです。あれ、あ、スタッフ給与は高いのか。ちょっと街が明るいなあ。あっしには眩しいわ、この街の明かりは。これ何時までやってんだろう。入ってんのかな。ゲートってこれか。あ、トンボ作ってあって丁寧に鳴らしてくんのか。もうみんないるな、中に。バンバンってそこ間近で見れるのかな。ちょっと中見てみるか。バイトガーチ、人が多いから取れんな。ここはかっこいい、めちゃくちゃいいね。すごい。食堂を食べようかなと思ったら閉まってたの、さすがに。こういうもん。どうなります？ここで見ていいのかな。誰もいないですよ。結構なそこなんだろうな、これ今からしたら。めっちゃ重いの引いて、
っとゆっくりするから、ね、一人の撮影できます、うん、一人じゃさ綺麗だな。そろそろ帰るかな。帰るというよりご飯だな。どっか空いてるか、それはどこでも空いてるだろうけど、選択肢が多すぎる。逆に鹿がいねえな。鹿がいねえな。これか。うわちょっとおしゃれすぎんな。ちょっと待って、おしゃれすぎんな。独身には。いやうまかったな。うめえわ。都会のハンバーグはうめえわ。180、まあ180ぐらいでよかったかもしんないな。あちょっとチビチビ食べるのが似合うハンバーグな気もしないでもない。びっくりドンキみたいにガツガツというタイプとはちょっと違うかな。長崎屋、釧路にも昔あったけど、今長崎屋って何店舗あるんだろう。ん？長崎屋ってことは駅か。駅だ。P があるけどどうすっかな。駅中、車上に止めちゃまうか。最初の30分無料か。あ、駅に止めるのがいいなこれ。駅止めようか。駅止めよう。あ、ここも空だな。ここも空だ。空だってよ。空って言っちゃった。空きじゃなくて空って言っちゃったわ。あれ、こんな早く閉まんだっけ。これ万が一閉まったら仕方ないからホテルかどっかに泊まるしかないな。仕方ないから駐車券をお取りください。場内の案内表示に従って。タクシーも今日は大変でしょうな。だけど屋台は入ってるね。結構お客さん。平日は静かだな。そりゃそうだよな。
ますよ。もう11時半です。なんでこんな時間なんだろう。This is 27, it doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. I won't be surprised if I'm the last one now. But I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. I let it slip so much.